はい、どうもこんばんは、ゾンタンです。クロノトリガーやっていこうと思います。じゃあ多分魔王を倒せば世界滅亡を免れるんじゃないかという話だったので、魔王がいる時代に行きますか。ここで合ってんのか1000年の時に400年前って言ってたからいいんだよね、600年のこれで間違ったところに飛んでたら笑えるという。お、懐かしいっすね。ここ来ましたね。まずは聞き込みすればいいのかな。どうだろう、ちょっと聞いてみましょうか。奥さん、なんてもう魔王軍がゼナンの端まで来てるって話じゃないか。一体どうなっちまうのかね。うん、なーに、心配いりません。勇者の証と言われる勇者バッジを持った方がついに現れたんです。これでこの世界にもやっと平和が帰ってきます。よかった、本当によかった。勇者バッジ、なんですかその怪しげなバッジは。ゼナンの端になんかあるみたいですね。やっぱり聞き込みからですよね。なんでも王も倒れられたっていうし、もうおしまいか。いや、伝説の勇者様が現れたからもう大丈夫だ。何？なんか盛り上がってるな。国王軍が前線で敗れ、魔王軍が橋まで攻めてきてるって話だが、本当か？やばいね。あんた聞いたかね？現れたんだよ、ついに伝説の勇者様がね。それで王様に会うため城に向かったって話だ。いやー、これで魔王軍もおしまいだな。なるほど、城に向かったんだね。これは、ゾッカの家の先祖じゃないか。この鐘の完成も近いんだが、王国軍が魔王軍に敗れてガルディア王も負傷された。鐘どころじゃねえやな私はこのリーネの鐘が平和な世に鳴り響く、そんな日が来るって信じてるの。どんな時でも希望は失わないように。おう、ということは一回城に行けということですね、きっとね。あ、やべえ、何者が。なんだお前か。ちょっと顔パスになってんじゃん勇者様、今ここを通って会いに行かれたよ。あ、マジか。魔王軍に倒されていたがもう大丈夫だ、勇者様が現れたんだからな。怪しいなぁ、なんか怪しくない？おお、ゾロの殿、ついに伝説の勇者様が姿を現したのじゃ。つい先ほどここに立ち寄られ王に会いに行かれましたぞ。やべえ、王様の命が危ないんじゃないか。王はこのお部屋で寝込まれているリーネ様も王の部屋で水の管理をしておられる。すいませんでした、こっちに行きますよ、こっちから行きますよ持ち前の天の弱さがね垣間見えましたが、さあどうなっちゃうんだろう。おいたわしや、王は魔王軍を前に自ら剣を取り戦ったのです。もし伝説の勇者様が現れたという知らせを受けなければ、王は引かずにあのまま戦死されていたかもしれません。ごめんなさい。戦死されていたやもしれません。なるほどね。私は自分が恥ずかしい。はじめあのお方を勇者様とは気づかず、ただの小汚いガキだと思って蹴飛ばしてしまったのです。それは恥とけ。
しかし私は許されました。なんと心の広い人物でしょう。さすが勇者様です。ってことは背がちっちゃいってことだよね。あー寝込んでおられる。このままではミンネ様も参ってしまいます。そうだね、きっとサイラスがあの少年をよこしてくれたのですわ。ちょっと怪しいんだよな、このリーネ姫が。あのね、サイラスって勇者の話をよくするんだよね。じゃあ王様と話せないと。こっちからじゃないとダメか。おお、ゾルの、もう私も年老いたかな。サイラスの消息がつかめぬ以上、あのバッジを持った少年こそ残された唯一の希望。少年は魔王を倒せる伝説の剣を求めて南の大陸へ向かったよ。南に行けということですね。わかりました、向かいましょう。少年ね、勇者様は少年っていう。なんか怪しい本にありそうですけど、別に何だ怪しくないけどさ。こっちだったっけ、食堂は。食堂の人に会いに行こう。お、料理長は前線へと、間違えた、前線へ届ける食料と王に体力をつけようとお忙しさ。そうだよね、なんか食べさせてもらえるかな。あ、というか兵士が誰もいないじゃん。そっか、あーすーごい。すごい走って煙出てるもん。超ドタバタしてる。忙しそう。王様にはスタミナをつけてもらわなきゃ。料理長ゼナン橋への食料も急がないと。フル稼働だね。あんた王様のお食事はこれでいいんかい。これ忙しそうな時に話しかけよう。そら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 。忙しい時ほど、あ、なんだろう、光る人っているよね。まさに料理長がそんな感じだと思います。あ、てか今座っここで座って、あ、でも大丈夫だ、オーダーできる。あ、ごめんね、立て込んでて、それどころじゃないの。あ、出してくれないんですね、この美味しそうなサラダとか。この美味しそうなシチューとか。残念。この忙しさをマックすれば食べれるわけですよね、シチューをね。騎士団長はゼナン橋に行かれた。下は負傷者でいっぱいだ。じゃあその負傷者を見ようじゃないか。あはは、本当に本当にやばい。生きてるか。魔王めついに第三将軍を戦いに投じてきやがった。どういうことだ。前線の食料もそろそろ底をつく頃。いや、のたれ死んでるな。いや、死んではいないか。勇者が現れたって話だが、そっか、もうベッドが足りないんだ。なるほどね。すいません、ベッドがいっぱいで。ちょっと待って、なんかさ、このベッドに寝てる人みんな金髪じゃない。このもしかしてこのイケメンしかベッドには入れてもらえないみたいな。ここら辺はイケメンじゃないからベッドにこう寝かしてもらえない人たちなんじゃないか。王様を頑張ってんだ、しっかりしな。よし、うーしか言わないわ。みんなうーしか言わないんだ。あ、騎士団長まで前線に行かれたというのに。やばいな、これはゾルノの力がいるんじゃないか。みんな欲してるね、ゾルノの力を。あー、これより先に行けないんですね。じゃあゼナンの橋行ってみますか。
お、師団長来た。食料が底をついてしまった。ガルディア城からの補給はまだか。もう食料がありません我々の力では魔王軍に勝てない。情けないことだが、勇者様だけが頼りだ。もしか知って、勇者様この先で一人で戦ってんのか。勇者様を守って騎士団の精鋭が突撃を開始しました。やばいやばい、待て待て待て、ゾロノが行くから。勇者バッジを持った勇者、おとぎ話だとばかり思っていた。今となっては勇者様の力を信じるしかない。しかし勇者様一人の力で魔王軍を打ち破れるのだろうか。同じこと言ってる。あれ、どうしてくんない。食料がどうのこうのって言ってたから、もう一回厨房に行ってみよう。そしたら何かあるかもしれない。食料を届けてくれみたいなことを言われんじゃないかな。お、来たー。やっぱそうか。何、兄貴が。へ、てめえたちだけでこの国を守ってると思った報いだ。あんた、いつまでもつまんない位置張り合ってんじゃないよ、男だろ神さん、よせえ、お前に何がわかる。ちょ、言ってる場合じゃないよ、本当死んじゃうよ、バカね、男ってな。そらそら、ちょっと待って、料理長、あ、言ってますけど、料理長はいつも騎士団長を心配してますよだよね、本当は二人とも仲直りするきっかけを探してるのよもうさどうしたらいいの城、やっぱそっか、出ようとしたらもう早く行ってよ、待ちな。引き切れてる。これを持ってってくれ。お、ハイパー干し肉じゃないですか。それからこいつはお前らにだ、持ってけ。パワーカプセルをくれた。料理長すげえ。それからあのバカに伝えといてくれ。生きて帰ってこねえと承知しねえってな料理長はい、というわけでゼナンの半身にやってきましたが、倒れとるかなみんな倒れとるかな。もう食料がありません。やはり人間の力では魔王軍にはかなわないのか。諦めるな。勇者様はなんとか橋を渡りました。しかし我が軍は大きな痛手を被ってしまいました。いや、大変なことになっている。さあ、ゾロノとの何事かな。料理長の食料を渡しますか。はい、これは。そうですか、あいつが。ゾロノ殿、もし私がここで死んだならば、弟に。お、何事だ。魔王軍の攻撃が始まりました。もう支えきれません。弱音を吐くな。ガルディア王国騎士団の名誉にかけ魔王軍を撃退するのだ。しかしもう兵の数が。ここが最後の防衛戦なのだ。もう一頑張りしてくれ。わかりました。いや、私に行かせてください。ご覧の通り我が軍は苦戦しております。ゾルノ殿、助太刀願えませぬか。当たり前じゃねえか。かたしげない。魔王軍は橋の向こうのたもとにおります。これをお持ちください。きっとゾロノ殿のお役に立つはず。
ゴールドヘルム、それ騎士団長のヘルムじゃないの？大丈夫？はい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 、じゃあ装備しますけど、今収録時間がちょっとやばいんじゃないかな。いやちょっとどこで切ったらいいのかわかんないな。ちょっとゴールドヘルムに変えよう。うわすげえな。さすがです。ゴールドヘルムをかぶっていきますよ。